はい、田中90です。今回ですね、皆さんシーズン3って武器調整がほとんど入らなかったと思うんですよ。入ったのは PP19 の追加ぐらいじゃない。既存武器の調整って意味では全くなかったと思うんだよね。あ、でも情報ある人いたら Twitter の DM で教えてください。お願いします。サイレントアップデート俺募集してます。あ、ちなみにパッチノートに書いてあるの武器調整じゃねってね、絶対言われると思うんで、突っ込まれると、あれはね、武器調整ではなく、もともとあった隠し効果を表記されるようにしたガンスミスアップデートなんで、まあ武器調整ではないんですよね。表記調整といった方が正しいです。まあ俺最初ね、武器調整だと思ったんですけどね。まあ公式のいつものやつということで、あ、さ、パッチノート書いてるやつとさ、実際にさ、アップデートしてるやつが別だからさ、パッチノートのさ、公式が微妙に間違ってるとかさ、なんか表記ミスとかさ、抜けてある時あるのやべえよな。で、今回武器調整入らなかったんですけど、やっぱね、海外でも突っ込まれてるんですよ。まあ海外のね、掲示板みたいなサイトで、開発者にね、まあ開発者じゃないな、運営に質問できるみたいなサイトがあるんですけど、そこでね、お前らさ、テストサーバーでやってた内容さ、いつ実装すんだよみたいなことをね、ユーザーに聞かれたんですよ、運営が。あ、ちなみにテストサーバーっていうのは、まあ簡単に言うとね、来シーズンとかで実装する内容をお試しで先行で体験できるみたいなサーバーがあるんですよ。その代わり、まあね、ちょっとそのね、実装されるもののね、ちょっと意見よこしてくれよみたいな感じなんですけど、まあそこでね、いろいろ調整されてたんですよね。ちょっと前にさ、いろんなさ、武器の調整配慮みたいな動画あったじゃん。いろんな人が出してた。例えばさ、999強化とかさ、なんかそのスナイパー弱体化とかさ、そういうなんか、来シーズンこれが実装されますよ、みたいな動画出してたじゃん。あれテストサーバーの内容が元なんですよ。まあ、中国版の内容を元にしてる人もいるんですけど、まあ、基本的にはね、テストサーバーの調整を主にね、伝えてた人が多いと思うんですけど、そう、テストサーバーっていうのはね、さっき言った通り、もう全ての調整の元になるサーバーなんで、基本テストサーバーで来たら、来ると思ってもらって構わないんですよね、今後。でも今回は来なかったと。で、なんで来ねえんだよっていうね、まあ質問っすね。それに対して開発者はこう答えました。ちょっと待ってって。テストサーバーの変更はゲーム内の重要な更新に関連してるから、今シーズンの後半に行われる予定です。まあなので、今シーズンの後半に来る予定らしいです。武器調整アップデートは。なので、今シーズンの後半からね、結構武器バランス大きく変わるんじゃないかなっていう感じなんですけど、まあこのゲームの運営の言ってることって、この人たちね、絶対、はずとか、予定ですとか、多分とかつけるんですよ。これ、普通さ、そういう言葉をつけるときって保険なんですよね。外れるかもしんねえけどよ、多分そうだと思うわ、みたいな。おめえら運営だろっていう。なんでお前らが分かってねえんだよ、武器調整のアップデート内容よって感じなんだよな。しかももうテストサーバーって開かれてないから、もう決まってると思うんだよ、普通に考えれば。普通に考えれば決まってるんですけど、まあ、多分連携があまり取れてない説が俺の中で激推ししてて、運営と開発の。なので、まだ分かんないんですよね。ワンチャン変えられるかもしんないみたいな感じなんで。まあなのでね、テストサーバーの例えば SMG 強化とか NA45 弱体化とかのああいう感じの調整はシーズン後半に行われるらしいです。じゃあシーズン後半っていつなんだよっていうのをね、ちょっとね、これ推測していくんですけど、これ結構ね、俺ね、具体的な日付までは分からんけど、大体の大まかな、まあ、1週間単位ぐらいの時期は分かる気がする。というのもですね、これね、ゲーム内の重要な更新に関連してるから後半に行われるっていう話なんだよね。じゃあね、ゲーム内の重要な更新って何かっていうと、これ多分世界大会のことを指してるんじゃないかなと思うんですよ。ちょっとこの動画を見てほしいんですけど、これはですね、世界大会のね、告知動画っすね。これゲーム内から見れないのさ、なんでゲーム内で告知しねえんだよと思うんですけど、まだゲーム内では見れないんですよね。これなんで見れねえんだよ、意味わかんねえだろ。ということでね、まあ、世界大会のやることがね、実は決定してるんですよね。で、6月の2021年、まあ6月から始まるんですよね。まあ6月から世界大会始まると、これが多分重要な更新だと思うんですよね。で、世界大会の近くに、その武器調整アップデートを入れてくると思うんですよ。具体的に言うと世界大会の1週間とか2週間前ぐらい。で、この世界大会って6月3日にあるんですよね。で、それの2週間とか1週間前だと大体5月20とかその後半ぐらいに武器調整アップデートがね、来るんじゃないかなと思うんだよね。1週間2週間は世界大会前に、このね、要は世界大会のゲームバランスはこんな感じでやっていきますよみたいのをちょっとやらせると思うんだよね。さすがに世界大会の日にアップデートを入れていきなり、はい、世界大会新しいバランスで楽しんでくれないみたいなことはさすがにやってこないと思う。いやでも、まあ、COD モバイルの運営だし、ワンチャンやってくる可能性は全然ありますけどね。
やってきたらクレイジーな運営だよな。世界大会初めてのバランスでやらせてくるっていう。まあこのようなねことを考えてね、私はねやはり5月の後半20ぐらいからねアップデートが入って武器調整のやつが来るんじゃないかなと思うんだよね。まあそう来るとワンチャンシーズン4に来るって可能性はあるんだけど、まあ運営の言葉を信じるんならシーズン後半なんで、5月20ぐらいとか5月10ぐらいに来てもおかしくはないんですよね。でこれ以外の根拠も実はあるんですよ。というのも EAA っていうねサイトがあるんですよね。FPS のそのニュースを取り上げてる。でそのサイトの人がね、なんとコットモバイルの運営の人になんかインタビューしてるんですよ。これすごくないですか、地味にコットモバイル運営のやつおい俺もインタビューさせろよマジで。おい俺一応あれだぞ、公式公認だから俺もインタビューさせようと思ったんだけど、俺アメリカ語喋れねえわ。Hey guys! Hey guys! Hey guys! しか言えない。で、それでね、まあ話戻すと、そのね、イエーイっていうね、サイトの人がね、コットモバイル運営の人にインタビューしたと。あ、その時の記事ね、URL に貼っとくんで、ぜひ見てほしいんですけど、そこで、調整 NA45 についてどう思いますかっていう、くっそいい質問してるんですよ。くっそいい質問。で、それに対して開発者が、NA45 に関してはユーザーから多くの意見が届いております。5月の後半頃に大きな調整を予定しています。ユーザーが突然の変化に驚かないように少しの時間の余裕を設けてどういった調整を行うのか告知していければと思いますから、なんで、まあだからね、時期的にもね、この人が言ってる、まあさすがに運営の開発者の人なんで、まあ、よほど間違ったことは言わないと思うんですけど、いや、わかんないけどね、わかんないけど間違ったこと言う可能性全然あるんですけど、まあ多分時期的にはそこまで間違ったことは言ってないと思うんですよね。まああとは NA45 だけ調整するみたいなね、可能性も全然あるっちゃあるんですけど、それでもきつくないか、なくないかって感じがする。正直 NA45 でも999が使われてるし、しかも NA45 だけさ、調整するってだけで、告知なんかする運営じゃないんで、一つの武器をこっそりね、調整するなんて、このゲームの運営なんかね、日常、もう、茶飯事。日常、まあ、とりあえずいっぱいやってるんで、その一つの武器のね、調整だけでね、告知を入れるとか、ユーザーが驚くみたいなことをね、考える運営じゃないと思うんで、とりあえずね、いろんな武器の調整を世界大会の前にやっていくんじゃないかなっていう予想です。まあ、NA45 の調整だけの可能性もあるけどね。あ、ちなみにね、この人ね、ゾンビモードにもついて聞かれてるんですよ。ゾンビモードって今どうなってんのっていう質問に対して、ちょっと今ね、まだね、ゾンビモードね、問題解決してる段階だから答えられねえわって言ってます。これさ、あれなんだよね。中国版って確かね、ゾンビモードってもうリリースされたらしいんだよね。グローバルバージョンだとゾンビモードマジで実装する気ないように見えるんだよな。中国バージョンをやる気ありまくりだけど。グローバルバージョンね、出ない気がするんだよね。グローバルバージョンって俺たちのバージョン、日本バージョンのことね。まあ、出ない気するんだよな、ゾンビ。なんか、毎回言葉濁してんだよね。なんか武器調整に関してのコメントでも全然あれだからね。なんかやる気を感じられないコメントだからね。ということで、はい、ゾンビモードはね、結構危ういんじゃないかなと思いますけど、話戻すと、まあ、とりあえずね、武器調整アップデートは5月後半っていうのを、まあ、開発者がね、まあ、違う人だと思うんですけど、2つの媒体で同じ時期を指してるんで、まあ、5月の後半、だいたい20ぐらいに入ることはほぼ確定だと思います。今の段階だと。まあ、このゲームね、結構ね、運営の気持ちコロコロ変わるんで、やっぱ入れねえわって可能性はあるんですけど、基本5月後半だと思います。だいたい世界大会の多分関連して行われる、ここは俺の推測なんだけど、なんで、だいたいだから5月20とかぐらいに行われるんじゃないかなっていう推測でさえ、それ以外の重大なイベントってのは個人的に思いつかないんで、まだ発表されてないイベントがあると可能性はあるんですけど、うん。まあ、ということでね、はい、まあね、武器調整アップデートは5月なんで、まあ、しばらくね、NA45 じゃない、NA45 の天下は来てないよね。999の天下は続くんじゃないかなと思われます。はい、999の天下だけでもな、終わっていいと思うけどね、今見ての通り999今本当にやばいと思うんで、999と今 AK117 で試合されてるんでね、このゲームは。まあ、あとローカスか。まあ、でも本当にランクマッチもそうだよな。まあでも PP19 はね、結構ね、話変わりますけど、まあ割といい線いくんじゃないかなと俺は勝手に思ってる。結構 PP19 の評価ってちょっと聞きたいんだよね。みんなどう思ってんの PP19? 俺さ、強いって言ってる人もいれば普通って言ってる人もいるんだよね。でも弱いって言ってる人聞かないから、PP19 結構ランクマッチで使われてもおかしくないし、使ってる人もちょくちょくいるんですよ。で、大会違ってみたんで、ガチ勢の大会。そしたら PP19 ね、使われてるんだよね、たまに。だから結構ね、俺ガチ勢も使ってるぐらいなんで、ありな武器なんじゃないかなと思うんだけど、どうでしょう。私は結構、まあでもそうするとね、調整入れてくる可能性あるんだよね。ワンちゃん PP19 暴れてるからみたいな。まあでもとりあえず1ヶ月間はね、命保証されてるんで、PP19 ファンの人はね、今のうちに使ってみるといいんじゃないでしょうかと思います。はい。まあでも、
ね、45 とか差し置いて PP19 だけね、最初に弱体化させるって可能性はね、まあ、あるっちゃあるんだよな。アスバル事件あったし、アスバル事件ってのはアスバル大して強くもないのに3発キル没収されたという世紀のなんか悲しい事件ですねっていう事件もあったんで、まあ、その可能性はなくはないんですけど、正直全ての可能性は無限大、 COD モバイルは。ということでね、今回ね、まあ、COD モバイルのね、皆さんが多分ね気になってる武器調整アップデートについてね、まあ、お伝えしていきましたが、どうでしょう。まあ、個人的にはね、正直シーズン3の始まりの時入れてほしかったなと思います。一気に武器調整して驚くみたいなねことを言ってるんですけど、まあ、個人的にこのゲームってサイレントアップデートでいろんな武器の調整いっぱいするんで、そんな驚かないと思います、皆さん。じゃあね、まあ、武器調整のね、日にちについてね、まあ、他の意見があったらね、コメントください。じゃあ終わりたいと思います。お疲れ様でした。おっつ。